ラグミ舐めるとどうなるか教えてやるよ。てめえ待て。おやじさん、待てこら。危ない、逃げちゃうな。どうした。このガキがうちの車パクろうとしやがったんで。小田組にちょっかい出すとどうなるか教えてやってたんですよ。ヤクザモンが素人相手に3人がかりか。車パクられそうになったのはお前らがドジだからだろ。行け。ヘッド、いいから行け。助かったと思うか。俺はあいつらの親代わりなんだ。いい目をしてんな。ついてこい。どんな凶暴な肉食動物も腹いっぱいの時は他の動物を襲わない。逆に腹が減ってれば勝てる相手じゃなくても向かっていく。車盗んでどうするつもりだったんだ。売って金にしようと。売るって誰に。そこまでだ。お前、金は生き物だって知ってるか。人見知りで寂しがり屋で繊細な生き物だから、自分を大事にしてくれる人、可愛がってくれる人のところに集まる。仲間が集まるとこに群れたがる。お待たせいたしました。あ、食え。お前、親いるのか。俺はなってやろうか、お前の親に。俺の息子になれ。なんで。何もヤクザになれと言ってるわけじゃない。自分の道は自分で決めろ。この国を牛耳ってる連中、政治家、官僚、上場企業のトップもほとんどが血統書付きのサラブレッドだ。普通に頑張っても
そいつらを押しのけて上に這い上がることはできない。いいか、正義ってのは正しい人間のことじゃない。勝った人間が正義になるんだ。お前たちは親分の子になる。腹の決まったものは杯を飲み干せ。これからの時代はな、企業の人間とも対等に付き合っていけないと生き残れないんだよ。勉強しろ勉強。はい、大学入れ。お前ら涼介、お前は法律。はい、お前は眼鏡かけてくから経済。お帰りなさいませ。おめでとう。ありがとうございます。よく頑張ったな。親父さんのおかげです。この5年でファミリーの20人以上が警察に捕まり、刑務所にぶち込まれた。分かってると思うが、うちが違法行為に手を染めなきゃならないのはファミリーを守るためだ。普通の企業は不景気になると稼ぎの悪い社員をリストラして生き残る。俺たちファミリーだ。どんな状況に陥っても身内を見捨てるわけにいかない。うちにいるのはどこにも行き場のない奴ばかりだからな。はい、だから俺はファミリーを守るためだったら何だってする。凌介。はい。刑事になれ。うんと偉くなって俺と俺のファミリーの力になってくれ。声に耳を傾け、表面的な法のみにとらわれることなく、隠された巨悪を見逃すことなく、真実を暴き出すことが必要である。正義と打ち方始め。
秀な警察犬を飼ってらっしゃるんですね。犬飼ってんのはお互い様じゃねえのか。犬は必ず探し出します。その前に噛み殺されないように気をつけろ。うちに潜り込んでる警察の犬を探せ。潜入捜査官の修行は極秘扱いで、小野寺警視正以外手出しできないんです。何のためにそこに潜り込んでんだ。用心棒ってどうやって書くの。潜入捜査官なんてそんなやつ本当にいんのかよ。なぜ履歴書を書かなかった。犬は俺が必ず探し出します。移動ですか。警備部公安第一課通称内部調査課中瀬コースだ。なぜ自分が。織田組の犬を探せ。警察は本気で織田組を潰すつもりです。国信会との抗争、役の取引、しばらく中断するわけにいきませんか。警部さんがついてるじゃないか。俺はお前を実の息子だと思ってる。映画館で織田と密会している内通者を突き止めかけたが、惜しくも逃がしたそうだ。今日織田組のブツの倉庫が分かる。俺の情報源がついに突き止めた。小野寺警視正を監視しろ。警視正。お前が潜入捜査官だと知ってる出川は俺だけだ。俺が記録を抹消すりゃお前は一生ヤクザモンのままだぞ。死亡したのは織田組構成員の2人と神奈川県警の小野寺勉警視正55歳で、この事件をきっかけに神奈川県警と織田組の全面対決は必死の状況となりました。高山、お疲れ様です。なぜ警視正があのビルにいると分かった。部下に尾行させてました。何のために。内部調査の一環です。まさか警視正を疑ってたのか。それは答えられません。なぜ。内部調査の情報は機密事項で外部に漏らすわけにはいきません。お前が警視正の動きを報告していれば警視正は殺されずに済んだんだぞ。それは結果論でしょう。なんだとこの野郎。話してください。お前ら、おい、多少は決めろ。気にするな。内部調査課の仕事は恨まれてなんぼだ。Je comprends pas bien ce que tu veux. On s'était dit qu'on retournerait ensemble sur notre planète.小野寺警視正、気の毒なことしたな。何も殺すことはなかったでしょう。俺の立場も考えてください。誰かさんが早く警察の犬を見つけてくれてたら、警視正もうちの若いやつも死なずに済んだ。物の倉庫は。もちろん移動した。どこですか。それは言えない。ともあれ目障りな警視正も消えて
組織は次の段階に入った。黒神会を潰し、一気に市場を拡大する。そのために保険をかけておこうと思う。その女を落とせ。誰ですか？厚生労働省に強い政治家、末永幸之助の娘だ。万一の時のため薬事法を仕切る厚労省にパイプを作っておく必要がある。何も結婚しろと言ってるわけじゃない。近づいて仲良くなるだけでいい。証拠写真を撮っておけばいざという時役に立つ。結構じゃじゃ馬娘で先生も手を焼いてるらしいが、お前なら大丈夫だろ。頼んだぞ、高山良介警部。県警の高山だ。なるほど、そういうことか。私を連れ戻しに来たんじゃないの？さあ何のことだか。帰るよ。ちょっと息抜きに来たんだけど、刑事だってバレてたんじゃ楽しみそうもない。待って、刑事さんだってことは内緒にしといてあげる。ガルシア・マルケス読んでるの？ガルシア・マルケス知ってるんだ。全部読んだもん。俺も全部読んでるよ。これなんか何回読み返したことかな。いいよね、現実と幻想の世界。何飲まれますか？いや、まさかガルシア・マルケスの話ができるなんて思わなかったな。なんか一杯おごらせてよ。じゃあ小説家の卵なんだ。もう卵じゃない。あそこでバイトしてるのも取材の一環だし。取材？今書こうとしてる話はいろんなところに住んでいろんな経験をしないと書けない話。へえ、どんな題材なの？主人公が多重人格者の話。多重人格、面白そうだね。探しましたよ。
帰りましょう。お父様がお待ちです。アリさん、私この人と結婚するの。もう一緒に住んでんのよ。本当ですか？いやいや、それはとにかく一度帰りましょう。さあ、ちょっと、この方が誰だか分かってるのか？よせ。しかし、あ、お嬢さん、お嬢さん、本当に一緒に暮らしてるんですか？お嬢様には二度と近づかないでください。何よりあなた自身のためです。大丈夫。なんですぐに俺は刑事だって言わなかったの？ここに一人で住んでるの？奥さんに逃げられたとか？いや、ずっと一人だよ。その年までずっと独身？そうだ。気持ち悪い。なんだよ。私しばらくここに住んじゃおっかな。え？だってあの人たちにアパートバレちゃったし、バイトもバレてる可能性ありだし、他に行くところもないし。いいでしょ。お父さんは何者なんだ？偽善者。世のため人のために働いてるふりしながら、本当は自分のことしか考えてない。私のことなんか自分の付属品だと思ってる。だから自分にとって都合の悪い娘は連れ戻して閉じ込めておこうとしてるの。もしかして小説のモデル、多重人格っていうのはそのお父さんのことか？それは私のこと。私戦ってるの、もう一人の自分と。もう一人の自分？生まれてから大学卒業するまでずっと父の操り人形だったから。だって自分の人生は自分で決めるものでしょ。おかしい？俺も時々自分が多重人格じゃないかって思うことがあるよ。へえ、どういう時？はい。さすがだな。早速部屋に連れ込んだそうじゃないか。うまく乗りこなすそうか。じゃじゃ馬に最善を尽くします。健闘を祈るよ。失礼します。じゃじゃ馬ってまた新しい女？
バカ、仕事の話だ。本当ですか。どうした純、この店の女気が利かねえな。男前が退屈してるぞ。あ、もっと飲んでくださいよ。じゃあ今日は酔わせちゃおうかな。おい、男前は俺だろ。どうも。ついてくれよ。じゃあ私ここで寝るから、こっちに来ないでね。あ、変なことしたら殺すから。まだ誰も止めてやるなんて言ってないぞ。もう決まったの、早く行って。明日人生が変わる。刑事に戻れるんだ、やっと。本当に刑事に戻れたら、これで乾杯しよう。明日の朝早いんだ。出てくときにポストに入れといてくれ。おやすみ。おやすみ。おはようございます。おはようございます。小野寺警視正のものだ。この中に潜入捜査官の資料があるんだが、ロックされてる。なんとか解除できないか。警視正なき今、潜入捜査官のことを知る人間はいないはずだ。一刻も早く捕捉してやらんと、どんな危険が及ぶか分からんからな。分かりました。
夕ご飯の買い物あ、勘違いしないでね。宿泊費の代わりだから。あなたに借り作りたくないし。あれ、何このケーキ。それは俺が食いたかったから買ってきただけだ。夕飯にするね。もしもし。いらっしゃいませ。お弁当温めますか。温めて。はい、合計892円になります。こんにちは。今日もよろしくお願いします。どうぞ今日もまた多重人格者について。自分で自分のことを多重人格者だと思う人ってどう思います。あなたの身近な人。まあ身近といえば身近かな、うん、好きになった男性。それはないです。だっておじさんだし、父親みたいな存在っていうか。年上なんだ。すごくね。その人が自分で自分のことを多重人格だって。そう思うことが時々あるみたいな、多重人格。正式には解離性同一性障害の主な原因は大きく2つだと言われている。一つは子供時代にできた心の傷、もう一つは大人になってからのさまざまなストレス。ストレスって例えばどんな。一番多いのは悲しい出来事や苦しい出来事を告白する相手がいないこと。もしかしたらその人誰にも言えない秘密を抱えていたり、深い孤独を感じている人かもしれないわね。そんな風には見えないけどな。何してる人。刑事さんなんです。
誰にも言えない秘密か。どうだ、よく撮れてるだろう。犬は部屋の中で人間と暮らしてると自分を飼い主と同等だと勘違いして、人間が飯を食ってるとワンワン吠えるようになる。だから時々犬は死ぬまで犬なんだとしつけてやらなきゃならない。どんな立派な服を着せてもらっていいものを食ってたって犬は死ぬまで犬だ。さて、いよいよ第二段階に入ってもらうぞ。第二段階、末永真理を薬漬けにする。シャブ中にしてうちの売人からタダでシャブを流す。厚労省に顔が利く政治家の娘がシャブ中だってスキャンダルを握っとけば、少々のことやったって警察はうちに手も足も出せなくなる。やってくれるな。何もそこまでやらなくても。ファミリーを守るためだ。どうする、お前ができないというなら他のやつにやらせる。わかりました、俺がやります。そうか。どうした、珍しく元気ないな。ねえおじさん、孤独？誰にも言えない秘密とかあるの？は？私でよかったら聞いてあげるよ。ねえおじさん。おじさんやめてくれよ。だっておじさんでしょ。じゃあなんて呼べばいい？凌介さんとか。ねえ質問に答えてよ。秘密あるの？ないよそんなの。あ、これら行きますわ。そうですね、
はい。まだ終わりません。どうした？たまには飯でも連れてってもらおうかなと思って。ああ、まだ今日は仕事が終わらないんだ。そうですか。すまんな。じゃあ、お先失礼します。失礼します。潜入のこと警視正から聞いた。協力してくれればもちろん警察官としての身分を戻してやる。どうした？俺の言ってることが信じられないのか？それともそのまま一生ヤクザとして生きていくつもりなのか？麻薬の取引を近いうちに必ずやるという情報を得ました。取引の場所と時間もおそらく特定できると思います。どこからそんな情報を？まさかお前潜入捜査官と通じてるのか？織田組を壊滅に追い込むチャンスです。協力してください。情報源教えろ。それはできません。情報に確信が持てなければ協力はできない。このチャンスを逃す手はありません。必ず警視正の敵を討つと言ったじゃありませんか。やるならお前らだけでやれ。うちは協力できない。なんでですか？信頼関係を保てない奴とは組みたくない。わかりました。どうするんです？俺たちだけでやろう。菅原部長に事情を話して拳銃携行の許可とサップを手配してもらってくれ。わかりました。ありがとうございました。お疲れ様です。ああ、マリちゃん、マリちゃん、これ売れ残りてか発注ミス持ってかね。え、いいんですか？もういいよ、いいよ。うち現物しけだからありがとうございます。はい、お疲れ様。気をつけて。お疲れ様です。はい、はい。診療時間もう終わりですけど。
今までどこで何してたの？連絡もくれないで。最後のチャンスにかけてみる。うまくいけば刑事に戻れるかもしれない。うまくいかなかったら？その時は死ぬだけだ。本当の自分に戻ってもう一度君に出会いたい。今度こそ乾杯しよう。てどうすんだ、夏も終わるっていうのに。余ったらまた来年やればいいじゃん。やらないよ、一人で花火なんか。多重人格の主人公はどうなるんだ？まだ秘密。明日書き上がる予定だから帰ってきたらお祝いして。じゃあワインでも買ってくるか。お、じゃあ私パスタ作る。全車確認取れました。いつでも行けます。よし、出発した。配置に着かせますか？まだ。配置につけ。了解。指揮者から各局、全車配置につけ。ま
まだだ。取引成立だ。アリエ、ハイリホベ。ブサメアルママライブで会話団長めだ、モダさん。ありがとう、アリさん。全員突入。指揮者から各局、突入開始。凌介、お前まさか。凌介、お前何考えてる。自分の親を殺す気か。凌介、俺はお前の親父だぞ。いい目をしてんな。俺の息子になれ。何もヤクザになれと言ってるわけじゃない。自分の道は自分で決めろ。なぜ、なぜなんだ。俺のファミリーを守るためです。よしけ、自分の道は自分で決めます。Thank you.
高山警部。お疲れ。やったな高山。本部長証文だ。上に掛け合ってみるから報告書を作っとけ。ありがとうございます。危うく俺も捨て犬になるとこでしたよ。敬礼しましょうか高山警部。まさか。潜入捜査はどれぐらい？織田組には6年、その前にもいろいろ。6年？そりゃこっちが敬礼しなくちゃな。毎日生きた心地がしませんでした。特に小野寺警視正が亡くなってからは。わかるよ。身分戻してもらえるんですよね？もちろんだ。警察に戻ったら真っ先に織田組の犬見つけてみせます。何か策はあるのか？策はまだですが自信はあります。潜入捜査官としての経験がありますから。なるほど。警視正のパソコンのパスワードがどうしてもわからない。潜入のモール信号です。どうやって書くんだ？なんだこれ。犬探しですよ。だから潜入捜査官なんてそんなやつ本当にいんのかよ。外国映画じゃあるまし。
臨時ニュースをお送りいたします。指定暴力団織田組組長織田博成58歳が他殺体で見つかった事件で、神奈川県警は同組構成員森谷純38歳の逮捕状を取り、全国に指名手配しました。森谷容疑者は織田組の麻薬取引の実質的リーダーと見られており、資金繰りをめぐる内部抗争の末に織田組長を殺害したと見られています。現在森谷容疑者の行方は分かっておらず、県警は容疑者の逮捕を急ぐとともに一連の麻薬取引の解明に向けて捜査を進めることにした。もしもし、今どこにいるの？警察内部に織田組のやつがいた。そいつが俺が刑事だというデータを全て消去し、俺を殺人犯に仕立て上げたんだ。どうなるの？殺すつもりだろうな。ヤクザのレッテルを貼ったまま。俺と一緒にいれば君も危険だ。どこにいるの？いろいろありがとう。それだけ言いたかった。切らないで。会いたい。もう一度だけあがいてみる。最後まで諦めない。切らないで。今さら取引先のリストなんか探してどうするんすか？国信会に持ってくんだよ、手土産として。やっぱり俺ら国信会の参加に入るんすか？早く探せ。手ぶらで行ったらまた下っ端から出直したぞ。どうせ俺は下っ端のままですよ。ああ、次は誰の運転手やらされんのかな。つべこべ言ってねえで、とっとと探せ。すいません。今日は記念日か何かですか？まあ、そうですか。もうできますのでもう少々お待ちください。お待たせしました。どうした？原稿煮詰まっちゃったか？まあそんなに焦ることもないしな。なんだこれ？さっきドアがノックされて開けたらこれが入ってた。どういうこと？やっぱりそうだったんだ。私が末永晃之助の娘だって知ってて近づいたんでしょ？最初から私のこと調べて全部計算づくで近づいたんでしょ？違う。じゃあどういうこと？
た何者？俺は落とせ。誰ですか？厚生労働省に強い政治家が末永幸之助の娘だ。万一の時のために薬事法師。違うんだよ。何が？何が違うの？俺を信じてくれ。あなたなんかに会わなきゃよかった。おい、動くな。いや、見事だな。言ったろ、潜入捜査の経験があるって。潜入捜査官は屋上が好きなのか？俺はお前と違ってお天道様に恥じることはしたことがない。身分を戻せ。今すぐ県警に行って俺のデータを復元させろ。チャンスをくれ。何のチャンスだ？これから俺は生まれ変わって善人の道を歩きたい。裁判官に言え。今のお前に俺を逮捕することはできないぞ。俺は刑事だ。そんなことは誰も知らない。動け、警察だ。銃を下ろせ。警部を解放しろ。俺は警察官だ。通報したのも俺だ。とにかく銃を下ろせ。こいつは織田組のスパイだ。詳しいことは県警で話す。いいから銃を下ろせ。お前が下ろしたら俺も下ろす。信用できるか？じゃあ勝手にしろ。
バカな真似はやめろ。黙ってろ。心配無用です。俺はあなたの兄弟分ですよ。あなたと同じように7年前にボスに警察に送り込まれました。あいにく俺はろくな情報を与えられずにボスに能なしと呼ばれ続けましたけど、だけどもボスは死んだ。織田組は正式に国進会の傘下に入ることが決まったそうです。何もかも今まで通りです。これから一緒に新しいボスのところに挨拶しに行きましょう。下に警官が来てるはずです。うまくやりましょう。今回は織田組の内通者でした。何？もう一人の男が織田を射殺した守屋純です。
山良介殿、君は薬物事犯検挙及び指定暴力団織田組を壊滅した。その功労は特に顕著である。ここにこれを表彰する。ありがとうございます。県警の高山と申します。お証拠をさせてもらっていいですか。本当は彼刑事だったんですよ。私諦めませんから。彼は警察の内部に織田組の内通者がいると言ってました。私は必ず彼のデータを消去し、彼を殺人犯に仕立て上げた刑事を突き止め、彼の名誉を取り戻してみせます。はじめまして、高山警部。国審会の武藤です。織田さんは残念なことをしました。あとは全てうちで引き継ぐことになったんで、今後ともよろしくお願いします。例の政治家の娘にはどこまで知られてます。もし知りすぎているようなら、あの女もこちらで始末します。そうですか。じゃあそっちの方も引き続きよろしくお願いします。あの女はまだまだ利用価値がありますからね。厚労省に顔が利く政治家の娘なんて、そう簡単には落とせません。噂通り高山警部は大したもんだ。じゃあこちらからまた連絡させてもらいます。
この番組はワウワウメンバーズオンデマンドで配信します。